吉尾さんが本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。<laughs> さあそれぞれからご挨拶いただきたいと思いますがまずは小柴さん。はいあのー、皆さんこんばんは小島風花です。今日は短い時間ですがどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きましてりりこさんあ。どうも皆さんこんばんは。あどうもこんばんは。あのー、今あまりのテンションに。 あの手書きっていうあんなにテンション高くあの多分初めて手書きという言葉が言われたんじゃないかなと思ってちょっと向こう側で3人で笑って。 いました。すごいことです、ね。<laughs> はい、でもあの皆さんはねロードオブザリングをも愛している皆さんそして今日ね当たってラッキーということでなんか皆さんのなんかトークイベントを聞きたいというような気持ちになっておりますがあの今日はよろしくお願いいたします。<laughs> よろしくお願いいたします。そして最後に神山監督。はい。あーロードオブザリングローハンの戦いを <laughs> ごめんなさい監,監督した神山です。よろしくお願いします。 よろしくお願いいたあのりりょくさん改めてじゃあ「はい、ロード・オブ・ザ・リング」の魅力というのはいやいや魅力はもう皆さんの方が一番知ってると <laughs>、ね、あの思われますので、うん、ただやっぱりあの頃ってあのすごくね洋画まあねこういう大人気シリーズがやっぱり公開されてのもう映画界がも,うものすごく潤っててで本当に あの全世界でまあいわゆる映画と関係の深いまあベルリンだったりとかあのまあもちろんロンドンえ LA とかもう世界中に「ロード・オブ・ザ・リング」のプレミアがあったのねそう当時だからあの最後の方なんて私1ヶ月でもう3カ国行ってほとんど日本にいなかったもうあの土曜日ちょっと喋ってでまた飛行機に乗って。 で、みんなに会ってっててうだからもうドミニック・モナハンとかめっちゃ仲良かったしなんかリブ・タイラー妹じゃないかというぐらいもう本当に家族よりもみんなにお会いしてたもちろん日本にもね来て。で、あの 罠ってやっぱり来日するスターの皆さんにエンターテインメントをあの提供するのがやっぱり本当にエンターテイナーだなと思っていてだからあのキャストの皆さんがいらした時にあのなんかこう日本の,あのお祭りみたいな感じのイベントを作ってくれたりとか金魚すくいとかなんかあのこの風船も私の方が下手だから分かってないけどその風船とかヨーヨーみたいなのとかをだからみんながやっぱり日本ってすごく素敵ってあの口を揃えてあの教えて。 おっしゃってたので、やっぱりすごいなと思いました。まあ多分ね。皆さんもあの様々なね。こうイベント。まあプレミアとかもあのキャストの皆さんも生で見ましたか？皆さんはあま見てない。本当 <laughs> すいません。<laughs> <laughs> でも本当当時の記憶がい,、ね、いや本当に暑かったですよ。やっぱりあの熱だから、本当にずっとロードオブザリング祭りでしたね。<laughs> え、でも三歳ぐらいとかだったんでしょうそうですね。4歳とかでしたね。ええー、はい、すっごいね。もう六本木で飲んでたよ。<laughs> もう本当にもう。<laughs> その当時の思い出と一緒にね。ねはい、でもそうするとね、ロード・オブ・ザ・リングは。あの今回、うん、吹き替えをさせていただくことが決まってから全部見て、<laughs> でもそんな前の作品と思えないぐらい壮大で、映像の迫力が半端なくて、 すっごい圧倒されましたこれ大きいスクリーンで見たかったなってめちゃくちゃ思いましたね。今、は、日、い、皆さんもね改めて、うん、あこれが20年前の映画だったのか<う>というのはね今まさに感じられてるかもしれないですよね。うん、CG ももちろんなんだけど、うん、そのね遠近法を使ってこうあの撮ってたっていうのがやっぱり当時は斬新でしたもんアイデアだなってアイデア勝負だなと思いました。監監督督は僕は僕、はい、アニメの監督に なった年ぐらいですよね。二十年前。はい。なのでこの作品はもちろん大ファンで、三部作ともほぼ初日ぐらいに見に行ってましたね。あなるほど。す、はいそんな神山監督。ね、今回皆さんに見ていただいたこの二つの当と新作のローハンの戦いが多くの共通点があると伺っています。これロードファンとして注目してほしいポイントなど伺えますか。 そうですね、あの原作があの「ヘルム王」というですねローハンの、えー、血筋あの正当な血筋の、まあ、最後の王であのファンの方たちは皆さんご存知だと思うんですけど1作目の最後にこう巨大なスタチューが出てくるんですけどそのうちの1人がヘルム王はなんですね。なののででファンたちの間でも あの人映像化はされてないんだけど人気があるというかですね注目されているキャラクターででまあローハンがなぜその一旦血筋がそこで途絶えたのかっていうエピソードとして原作では描かれてるんですね。でまあそのキャラクターをえーヘルムをあの主役にして映画を作ろうという企画だったので。 あの2つの党と共通しているところが多いいのかなと思います、ねうん、人間界にこうよりスポットトライが当たるというこですね今回は人間同士のの戦争なのでそんな世界的人気シリーズの最新作に吹き替えキャストとして出演されましてしかも長編アニメーション映画を初挑戦だったと伺いました小島さん挑戦いかがでしたか あの最初お話をいただいた時は初めアニメーションの吹き替えが初めてだったのでもうすぐに「やった嬉しいですやりたいです」って返事をしてしまったんですけどよくよく考えたらこんなにファンの方がたくさんいらっしゃるすごくこう待ち望まれてる方が多い作品にこんな素人が。 気軽にやりたいって言って良かったのかなと思って。どんどんプレッシャーが大きくなってて、だから監督に初めてお会いした時にもう本当にあのすいません。何もわからなくて、もう本当にビシバシお願いします。ってお願いしたのをすごい覚えてます。その時のことは監督覚えてらっしゃいますか？<laughs> そうですね。あの。テレビでね。僕は小柴さんをよく見てたんですけど、その小柴さんとは？ 別人かというぐらいちょっと不安ですって言ってたのが <laughs> あれと思ってあのよくドラマとか見させていただいていてあ絶対こう心の強い方だなとでねラジオかなんかであのシャチがお好きだというはいシャチ好きです、はい、でそのラジオも聞いてて <laughs> あどんな会話だったんですかね、うんはい、シャチあの こんな可愛らしい人だけど絶対こう芯の強さがあってねあのそういうのって必ずちゃんと声に乗ってくるんですよ僕の経験上本人のパーソナリティってこう声だけで演じても必ず出るだろうというのがあってですねあもうこの人だと、えー、嬉しい、はい、実際小柴さんの演技を神山監督から聞かれて。 どうでしたか、あの、もう、自信ないですって言ってたんだけど、もう第一声から、素敵でしたね。本当ですか、はい。あの、キャラクターになってるなぁと思いましたね。まさに、小城さんの隣には、そのヘラ、が描写されてるんですけれども。うんはい、不安ですっていう気持ちながら、この凛々しい表情。はい、どんな、気持ち作り、<laughs> 役作りで臨まれたんでしょうか。やっぱ、すごい、芯の強い、こう、かっこいい女性で、もちろん、その。 こう年齢ならではの弱さだったり不安になる部分もありながらも覚悟を決めた時の強さがこう声にも乗ったらいいなと思ってもう何回も台本来てからは台本と映像にらめっこしながら <laughs> こんな感じかなって思いながらはい結構ずっと不安だったんですけど <laughs> でもすごく優しくこう迎え入れてくださってなんか収録現場に入ったら。 すごいリラックスししてできました前日まではもうどうしようと思ってたんですけどはい楽しかったですご登壇の皆様から最新作の注目シーン注目ポイントを選んでいただいております。ということでまずは小芝さんの注目ポイントからお願いしますこちらです。 皆さんに見えてますね前モニタそうあの予告というかねそのスペシャル映像でもあったんですけど最後ウルフ幼なじみのウルフと戦うところがもう各々に全然違うんですけど各々に覚悟が決まっての戦いっていうのがやっぱ熱くなるものがあるなと思ってで女性ながらにね昔から剣を振り回していたんですけどなんかその全てをかけてこう国を守るために ぶつかっていく様が国を背負って、本当にかっこよくて、すごく好きなシーンです。はい。まさにまっすぐにというシーンが感じられる、うんはい、一枚ですね。負けたらねこう、国が滅んじゃうというか。支配されちゃうっていうその覚悟の決まり方が、かっこよかったなと思います。背負うものっていうのはやっぱりロドシリーズ全部通してもね。<laughs> それぞれのキャラクターにありますからね。さあ続いてリリコさんです。はい、あいいんですか、はあ。お願いします。やっぱりね、あの <laughs> やっぱりね、あ,<ー>あの<手>ロードザリングに繋がるっていうところがやっぱりこうでなんか繋がった瞬間にさあ、<laughs> であのありますよね。だから皆さんあの楽しみにしててください。はい、サルマ。もうね。知ってる人出てきた。ね、まあもちろん指輪とかもいろんなのあるけど、ああ。<laughs> <laughs> 知ってる世界がそこにあるみたいなのがすごくやっぱり嬉しくてなんかこうやっぱりねつながりをみんな多分期待すると思いますのでまあねすごく間時間がありますのでなんかどういう感じでつながるのかなっていうのもすごくあのはいあの謎だったんだけれどもこれは監督ねやっぱりそうですね。うん、あの指輪を巡る物語ではないけれど、うん 三部作にの二百年前の物語ですから、うん、どういうところからあ,あの時こうだったんだなこの人はとかね、はい、そういうところがこう少しずつ作品の中にも出てくると思いますので、うん、そこをちょっと楽しみに見ていただきたいですね。ありがとうございますりご <laughs> さん。そして最後は監督からも、うん、ちろん全部だとは思うんですけれども注目点教えてください。うん、そうですねあのもちろんヘルムハム・ハンドの お話で原作では本当に10ページちょいしかない本当に短いエピソードながら存在感をこう出していた王様なんですけどただなかなかこう原作だけだと内面までわからないんですよねどういう人だったかっていうのがそこは書かれていないので映画の中でですねこうヘルムっていう人がどういう人だったのか。 血筋が途絶えるような戦争になってしまったのかっていうのとあその辺ヘルムがどういう人間性だったかっていうところも今回は掘り下げて描かれてますのでその辺をぜひ注目してほしいなと思いますあ小島さ監督のチョイスは、うん、ヘルマーマントになりましたけれどもいやでも本当に強いだけじゃなくて、うん、子に対する愛情とか結構何回もうる。 こう泣きそうになっちゃうし、えこれダメだった？大丈,大丈夫ですか？怖 <laughs> い怖い、怖い <laughs> そうなんです。だからそこもぜひ注目してみていただけたらと思います。ありがとうございます。りりこさん、なんか一瞬でしたけどとっても温かい雰囲気が伝わってきましたね、お二人のね。本当 <laughs> ね。ね<え>いやだから私今回も走ったりとか、うん、あの声を出すのも大変だけど走ってまあもちろん馬に乗るとかすごく大変だったんじゃないかなと思って、そういろんな そな話聞きたいけど時間ないよね <laughs>、はい、ありがとうございますすべ <laughs> てを察してくださって <laughs> アイコンタではい、はい、ありがとうございます大体司会やってますから <laughs> ありがとうございますあ,は、ねはい、あの最後に本日ご登壇いただいたそれぞれ皆さんから一言ずつご挨拶いただきましてマスコミの皆様へ向けてそしてご来場の皆様へ向けてメッセージをお願いできればと思いますまずは小島さん皆さん今日本当にありがとうございました あの今日来てくださった「ロード・オブ・ザ・リング」のファンの方はもちろんなんですけどこの作品をまだ見たことがない方もこの作品を見たら絶対また映画にも見たいと思うだろうしなんかこう知ってる人も知らない人も本当に楽しめる作品になってると思うのでいろんな人に普及をしてくださいよろししくお願いします続いてリリコさん。 あの今日はキャラクターとかのやっぱりあのお話になりましたけどえフッテージを皆さんご覧になってあのねアニメーションといってもあの風景あの背景が実写じゃないかっていうぐらい美しくて監督にあのこの前アフレコの現場で会った時にあ,のあれは実写なんじゃない嘘ついてるんじゃないかとあの言ってしまったほどあの山々木々あの本当に空 あの天使のはしごねもうほ本当に綺麗で,でその手前にこのアニメーションの,そのキャラクターがいてあのなんかすごくそのバランスとこの素敵な物語そして強くなれる物語年末にあの家族みんなであの見るのにすごくあの最高のお正月映画なんじゃないかなと、えー 思っていますその時は多分監督は休憩してると思いますが <laughs>、はい、あのみんなねあの友達を誘って、えー、そして、ね、やっぱりーカちゃんもまだ、ね「ロードザリンが公開された時まだ小さかったので多分ねあの、まあ、小さな画面とかでしか見たことないあの方もこの、えー、映画館というね素晴らしいこの空間を知っていただくとあのどん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 ねまたあのこの物語はずっと。 あの200年分ぐらいできるから <laughs> 続編を期待してあのみんながねまずこの作品を楽しんでいただけると嬉しいです私を探してみてください今日はありがとうございましたありがとうございましたそれでは最後に神山監督はいあのそうですねロードオブザリングの映画を初めて見た時の衝撃をアニメでもこう 皆さんに体感してしてほいなとそれができなかったらアニメで作る意味ないなと思っていて本当にスタッフとですねこう文字どり命がけで作った作品でものすごい厚みとですねこう細かいディテールそれだけではなくてですね重厚なストーリーもそうですしでこの1本だけ見てもあの完結できるようになってますし。 3部作にも通ずるフランチャイズとしてこう恥ずかしくないあの作品ができたんじゃないかなと思っております。なので本当に,とにかく見て欲しいこんな純粋にあのプロになってからねこうだんだんその見てほしいっていう欲求って少しずつ減っていくんですけどこんなに早く皆さんに見てほしいっていう映画はができたっていうのはですねすごく僕も。 誇りに思うしスタッフの頑張りも誇りに思いますし日本語版をあの吹き替えていただいた皆さんにも本当に感謝してますあの,立て付けが洋画の作りなんで先に英語でででできてるんですよねなので吹き替えみたいな形で皆さんには参加していただいてるんですけどあの日本語の映画がオリジナルだと僕は思って作っておりますので。 ぜひあの見ていただきたいなと思います。ありがとうございました。<laughs> 改めてお三方に大きな拍手をお送りください。